爆戦とは、冷式艦上戦闘機に250キロ爆弾を携行できるようにした戦闘爆撃機。あるいは戦爆とも言う、500キログラム爆弾も搭載するようにもなり、特攻にも使用された。爆戦は、爆走冷戦や爆撃戦闘機、爆走戦闘機の略称である。戦爆は、戦闘爆撃機の略称である。戦爆の冷式艦上戦闘機の攻撃により、 敵艦を撃破する構想は、フィジーサマーへ進行する計画の FS 作戦で、本格的に検討された。目的は、敵空母の発着艦能力を奪うこと、400回里円の距離から冷戦の長距離進出能力を活かして、アウトレンジ攻撃をかけ味方空母の保全を図ることで、あった。1942年10月より後には、標的艦、セッツを使用して、 高価爆撃が実施された。1943年3月12日、船爆の霊式艦上戦闘機による高価爆撃研究の結果が報告された。研究は冷戦の両翼下に6 0ラム爆弾を装備し、急降下爆撃と間高価爆撃を行ったもので、高価角度45度以上の急降下爆撃には不適であるが、 観光化爆撃を行った場合には35%から40%の命中率を記録した。また6時以内であれば機体強度に問題なく引き起こしが可能だった。60kg 爆弾装備の船爆の冷戦による出撃は艦爆隊の戦力が減少したソロモン戦線でしばしば行われた。戦訓として戦闘機用爆弾投下機が性能低下を少なからず、 起こすため、改善する必要のあることが指摘された。1943年6月、99式、艦上爆撃機の旧式機化による損害の大きさから、零式艦上戦闘機を代用の艦爆として使用し、搭乗員に艦爆のパイロットを当てる計画が出現した。同年7月零式艦上戦闘機による 60kg 爆弾2発を使用した爆撃は、 対飛行場攻撃で有望であった。対艦攻撃では高度約300メートルからの爆撃を行う必要があることが報告された。また爆撃照準機とエアブレーキを開発し装備することが要望された。ソロモン戦域で作戦行動についていた582空では船爆の冷戦を用いた研究と攻撃が行われた。 582空において冷戦による艦高下爆撃の研究を行った艦爆の操縦員の所見は、天目標に対する攻撃は困難であるが面的な目標であれば攻撃可能であるというものだった。艦高下爆撃訓練は以下のようなものであった。冷戦は 1kg 円周用爆弾を両翼に搭載し、高下角度30度で突入した。速度は 時速5 5 5トルを軽く突破したが、揚力がつきすぎて、機体の頭が浮き、操縦員が力で抑え込むことが難しかった。効果角度をより浅くした場合には、艦爆とほぼ同等の爆撃精度が得られた。12月中旬以降、582空の指令は、99艦爆による昼間攻撃を損害の激しさから中止し、 その艦爆の操縦員を冷戦に配置外とするという決定を下した。12月15日のマーカス岬方面の攻撃に際し爆走した船爆の冷戦15機、99艦爆9機が直縁の冷戦40機に護衛されて出撃した。また16日には船爆の冷戦16機が直縁の冷戦38機に護衛されて出撃した。 この後582空はトラックに移動、501空へ吸収された後に1944年2月17日の連合軍の空襲により大きな被害を受け、戦闘爆撃機体としてそれ以上の活発な作戦行動はできなかった。1944年6月に戦われたマリアナ沖海戦においても船爆隊の名前で使用されている空母飛行隊である 第3航空船体でも冷戦を代用艦爆として使用した。99艦爆の操縦員と機体は著しく損失していた。このため艦爆操縦員だけでなく観光操縦員も爆走した船爆の冷戦の搭乗者とされた。太平洋戦争初期に使用されたが残っていた霊式、艦上戦闘機21型を船爆の冷戦として使用することは、 使用すべき機数の増加にもつながった。冷戦の船舶化にあたり、6 0ラム爆弾では、なく2 5 0ラム爆弾を使用することが3、光戦司令部から求められた。1944年4月、冷戦21型は2 5 0ラム爆弾と、増装を装備して運用が可能であると、結論付けられた。零戦21型を用いた船舶は、領主翼内に、 燃料パイプを追加し、増層から燃料を吸い上げられるよう回収した上で、統一型二型増層を検水した。胴体下面には九十七式爆弾検水化を装備し、二百五十キログラム爆弾を搭載した。九十九式二十五番通常爆弾一型改め、一は全、全重二百四従 248.9kg、昨夜 60.7kg の体幹用、鉄鋼爆弾で、 急降下爆撃を行った場合、5 0ト、mm、ルの装甲を貫通した。1942年10月26日、昇格から出撃する冷戦21型。船爆隊はこの型の回収機を装備した三航線の船の、船爆隊の訓練は以下のようなものであった。船爆は、艦爆と艦航を潜集した操縦者であったため、戦闘機潜集の操縦員と比較し、 空戦能力は低かった。訓練は3月2日から瀬戸内海の松山で開始された。空戦訓練は実施されず、衛的射撃の訓練を数度行うにとどまった。高化爆撃訓練の大半は、瀬戸内海に点在する小島に対して、観光化を繰り返すものであった。実感に対しては、標的艦、接地に12回演習用爆弾を投下した。また4月17日には、 戦艦、ヤマトを目標として、疑似襲撃訓練も行われた。戦爆隊は4機編隊で行動した。戦爆の冷戦には爆撃小準機は装備されず、搭乗員は爆弾を目測で投下した。したがって命中可能な高度まで艦に肉迫することが要求された。爆撃高度は150メートルから300メートルであり、投下後は機体を、 海面すれすれに飛行させ高速で離脱した。離脱に際しては変態を解き、2機ずつに分かれ、軌道を交差させて飛行した。これは、敵戦闘機に食いつかれなくするための回避軌道であった。しかし敵艦へ、高度300メートルまでに空白するため、敵艦の対空砲火によって撃墜される、危険性は非常に高まった。攻撃訓練以外には、空母、チヨダ、随砲、 死とを使用しての初着艦訓練を行った。その他白母夜間訓練、変態による夜間着陸、黎明総合訓練を行った。誘導機として、新鋭機の天山艦上攻撃機が投入された。ただしオーロは、王炉は天山が誘導したものの、袋については天山は敵戦闘機の迎撃時に変態を離脱、予定集合地点へ向かい、 そこで15分から20分ほど船舶隊を待つというものであった。船舶隊員の回装によれば、船舶冷戦の短期祈祷訓練は行われず、袋の工程を短期でこなすのは相当の無理があった。祈祷のため苦しい誘導装置が船舶冷戦の前期に標準装備された。ただし苦しいは有効距離が200人。 船爆隊がアウトレンジ戦法で進出した距離は330から400回りであることから誘導する天山と合流できなかった船爆冷戦は一定距離を誘導なしで帰還しなければならなかった。苦しい誘導装置は衝撃に弱い欠点があり不具合が多く発生した。また爆戦冷戦の操縦員が苦しい誘導装置に完全に習熟するには訓練が不足であった。 航続能力については両翼に燃料パイプを追加し、翼下面におそらくベニヤ製の造装を装着したが、これは船爆冷戦の速度と運動性を大きく阻害した。通常時の冷戦は、巡航速度が約160ノットであるのに対し、船爆では130ノット程度に低下した。このような状況下において、 米空母を攻撃する冷戦戦爆隊は1944年6月19日のマリアナ沖海戦に投入されたが甚大な被害を出して撃退された。3航戦の出撃機42機のうち30機未機関、2航戦の出撃機9機のうち未機関は5機であった。このような結果を出した理由には戦闘機先週者以外の操縦員が登場したにもかかわらず戦爆冷戦は 敵戦闘機に対してある程度の抵抗力を持つはずだと期待されたこと、十分な護衛戦闘機の冷戦の随伴がなされなかったこと、大袋の誘導や爆撃砲などに無理のあったこと、空戦訓練の不足などが挙げられる。加えて船爆にしたことによる冷戦の運動能力の低下が大きかったこと、また運用法を習熟したり不具合を洗い出すべき余裕も与えられず、 戦場に投入されたことによる。しかし戦艦、サウスダコタに唯一の直撃弾を浴びせたのは、戦爆隊の一機であった。大西滝次郎中将は、特攻用として爆走冷戦を使用するよう命令し、1944年10月20日に、編成が終了した。敵戦闘機の攻撃を独力で排除して、敵艦船に突入できる機体は冷戦以外ないとする、ものであった。 また、量産体制が確立されていたことも冷戦を特攻機に選定する理由の一つになった。冷戦の搭載量は最大で7 0 0ラム程度あり、5 0 0ラム爆弾までならば搭載が可能だった。1945年、冷戦52兵型の主翼中央内部に特設の爆弾化を設けた試作機が完成した。特設爆弾化は、 従来の機体仮面に突出する喧嘩装置と異なり、胴体内部に機械式の針を設け、この針に爆弾の弾体中央部に設けられたフックをかけて釣るものだった。また、胴体仮面には飛行中の風圧で爆弾が振動しないよう、弾体を4点で押さえる弾耐性仕様の小さな突起が埋め込み式に設けられていた。他爆弾の先端と交尾につけられた風車付きの 新艦には、ピアノ線の、風車押さえが通された。爆弾は、操縦席からの手動操作により、ワイヤーを介して針が外れ投下される。さらに、左右主翼下に、容量150リットルの統一型造装を装備した。こうした回収を踏まえて0、0 0 6 2型が派生した。0 0 6 2型。機体胴体仮面に、わずかに突き出した4つの触れ止めの金具が見える。 他特攻に転用された冷戦21型、冷戦32型は99式25番通常爆弾1型、もしくは1型改め1を搭載した。特攻で使用された冷戦52型以降の爆戦に搭載した爆弾は1945年春頃からすべて5 0 0ラム爆弾に変えられた。この対艦用爆弾は全七点5 0 7 3ラム。 下瀬火薬を 221kg 重点の鉄鋼爆弾であったが、貫通性能は不満足なもので 70mm 装甲を完全に貫通する威力は持たなかった。1945年6月には、爆戦0戦がもはや25番通り爆の爆装を施していないこと、搭載する爆弾は50番通常爆弾にまた、または改め1であることが報告され、 爆戦冷戦の爆弾化は50番に限定すべきであると指摘された。5 0 0ラム爆弾を搭載した爆戦冷戦の運動性は著しく低下した。1945年4月16日、鹿ノ屋基地では冷戦に5 0 0ラム爆弾を搭載し、特攻するよう命令が下った。これに対し、搭乗員は懸念を示した。まず離陸が難しいため、 出撃するだけでも相当な技量が必要とされた。エンジン出力を全開にして離陸しても速力がつかなかった。機は上昇力に欠け、飛行場いっぱいを這うように飛行してもなかなか浮上しなかった。50メートルほどの高度を取るのにも時間がかかっている。もともと冷戦には六十キロ、三十キロの爆弾を両翼に一個ずつ携行できるように設計製造をされていたが、 250キロ爆弾を搭載することは全く考えられていなかった。しかし、胴体下の増装タンクに変えて250キロ爆弾を携行できるように回収して戦闘爆撃機にすることは困難ではなかった。冷戦が戦闘爆撃機として利用された理由は当時、中小空母で満足に使用できる急降下爆撃機がなかったことにある。しかし、 爆戦なら、中小空母でも活用できるし、性能も99式艦爆より良く、爆弾投下後は、戦闘機としてある程度の期待が持てる利点があった。しかし、搭乗員が一人であるため、洋上での行動能力が艦爆より小さく、爆撃の命中精度も二人乗りの艦爆ほど期待は、できなかった。また、優秀な戦闘機搭乗員を用意するのは、困難であり、 爆弾投下後の戦闘に期待することも無理があった。特攻では、浅い命中角度では、爆弾が艦の装甲の上で上段した。そこで、投下実験を繰り返し、最小撃角が割り出された。撃角が90度に近くなるほど、爆弾の撃突する威力が増した。第5航空艦隊参謀の階装では、突撃角度は35度から55度。 高度は5 0 0ルから2 0 0 0ルと想定された。攻撃開始速度を秒速1 0 0ルとすると、その時点で投下された爆弾の収束は、高度5 0 0ルで、秒速1 9 8メートル、高度1 0 0 0ルで、秒速2 3 9メートル、高度2 0 0 0ルの場合は、秒速2 9 8メートルに達する。飛行機本体の最終突入速度は、 秒速200メートル程度と予測された。照準は空母の場合には環境もしくは全部エレベーターを狙い、輸送船では船橋、または船首から3分の1の範囲を目標とした。1945年5月14日、エンタープライズに突入する5 0 0ラム爆弾を搭載した冷戦。エンタープライズは直撃された派、修理のため本国へ開港、太平洋戦争に、 再戦不能となったフィリピン海域では高高度の接敵が可能だったが、沖縄戦ではアメリカ海軍艦艇によるレーダー網が厳重になった、ため接敵高度は低下した。そのような状況下で、爆戦冷戦の特攻機の突入を成功させるには、護衛戦闘機の直演隊、疑漫紙を巻いて敵のレーダーに偽の反射波を送り出す。 レーダー疑満隊敵上を偵察する偵察機部隊を充実させる必要があった。さらに戦術としてなどの行動をとった。しかし実際には兵力の損耗により、菊水作戦以降は、こうした大規模な航空戦力の編成は難しくなり、3機から5機と少数の爆戦に数機の冷戦を直演と戦火確認を兼ねて随伴させただけであった。 また、直演霊戦隊の損耗が激しくなると、特攻隊は直演されることを辞退するようになった。ありがとうございます。